今日はクルシア、お店でね、綺麗なクルシア見つけたんで買ってきました。開けていきます。だいたい1300円ぐらいで売ってました。一度ね、クルシア、お店で見つけてね、一目惚れして、もう一つ持ってるんですけど、これすごいまっすぐ育ってて綺麗だったんで、しかも今育ててるものよりちょっと小さいんで、ここからまた大きくなっていくところを見たいなと思って買いました。茎のところがすごい綺麗な緑色で、それがいいなと思って、で大きくなった時もすごい綺麗なんですよね。開運って書いてます。お店でこれまた鉢に、素焼きの鉢に植え替えていきたいと思います。はい、じゃあこの花工房で買ってきたクルシアをこの素焼きの鉢に植え替えていきたいと思います。開運って書いてある。まあ、鉢から出していきたいと思います。はい、この買ってきた鉢から出して、土をちょっと洗いました。もう鉢いっぱいに根が広がっていて、この買ってきた鉢ではちょっとちっちゃいんじゃないかなと思います。なんでこの大きめの鉢に今度植え替えたいと思います。はい、できました。こんな感じです。わかりますかね、この茎のところがすごい緑色、綺麗な、これがすごいいいなと思ったんですよね。鉢に植え替えて、水をあげました。綺麗ですよね。もう最初に買ってたクルシアより一回り小さいぐらいですかね。クルシアってなんか葉っぱの出方が左右対称なんですよね。それがなんかすごい不思議。色もすごい綺麗。わかりますか？葉っぱの出方が上下左右対称になって、こっちからもこう出てるのが反対側からも同じように出てくるんですよね。変わった出方しますよね。鮮やかな緑がすごい綺麗。今は買ってきて土はなるべく残して植え替えをしてるんですけど、この時はそのままの土だとこの土の中に虫がいたりするんじゃないかと思って、土を全部洗って取ってました。だけど一つ目のクルシアもこのクルシアもこの後全然枯れずに育ってます。クルシア水差ししてたんですけど、しっかりちゃんと根が出てきましたね。わかりますかね。すごい生命力。はい、クルシア元気に育ってます。一番最初に買ったのがこの大きなクルシアで、でその次に買ったのがこれで、この一番最初に買ったのから、取って
水差しをずっとしてたらちゃんと根が出てきたんで、それも鉢に植え替えして今育ててます。それも元気に育っていってます。はい、クルシアロゼア、特徴はこんな感じです。原産地は西インド諸島で、寒さにちょっと弱いみたいなんで、冬はまだ越してないんで、これからそこだけはちょっと気をつけていこうと思います。あと明るい場所の日陰って書いてるんですけど、結構夏の終わりから秋にかけて直射日光とかに当ててても窓際に置いてても全然枯れませんでした。葉焼けも起こさなかったです。水やりは表面が乾いてからたっぷりあげるようにしてます。肥料なんですけど、これ鹿沼土を使ってて、肥料とかは最初全くあげたりとかしてなかったんですけど、それでもしっかり育ってます。水もちょっとあげすぎたりとかあげ忘れたりしても全然枯れずに育ちます。これから植物育てていく人にはすごいおすすめです。